こんにちは。こんにちは。皆様の貴重なお時間いただき申し訳ありません。今日は重大発表があります。2023年ラグビーワールドカップフランス大会、日本テレビでは日本戦を3試合含む19試合の生中継が決定しました。よし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 、いやー楽しみですね。やりましたね。ねえ、4年前の感動再びですよ。再び4年、あっという間でしたけども。でしたね。今回フランス大会ということですが、日本戦含む19試合も生中継します。嬉しいです。まあ前回はね、悲願のベスト8達成しまして、次こそはベスト4なるかと。テレビのこのねラグビー班としてもいろいろ展開していきたいと思いますよ。そうなんです。 SNS でもかなり盛り上げていきたいと思います。何するんですか。日本テレビ、はい、女子アナラグビー部復活します。やったー、ありがとうお父さん。ありがとう。ということで私ヘッドコーチとして、佐々木ヘッドコーチ再びですか。再びです。あの女性アナウンサーを招いて、はい、いろいろ話を聞きつつ、はい、あなたはどこのポジションだという発表がある、はい、あのヘッドコーチもう一度組み直しています。今絶賛楽しみです。その他にもねいろいろ盛りだくさんでできますからね。皆さんぜひチェックしてみてください。楽しみです。楽しみです。ということでこの動画がいいなと思った方はいいねボタン、そしてチャンネル登録よろしくね。よろしくね。